よもやま話第216話、馬から牛へ、大坪吉左衛門さんのお話。こんなことは話になるかどうやらわからんが、わしは馬を飼っとったことがあるんやんな。それはケラの神田田次郎さんとこで人なった東西で、野々平の品評会で優勝してな。こんな大きいメタルもあるがな。県の偉い様も家馬やし、このまま飼って、共進会に抱いてくれよってことでな。そいつを鹿の水の銀平さんがよっぽど欲しかったらしいけどな。お前たちが欲しいって言うんならやるってて、弟の木次郎さんがそう言ってくれてな。わしらが買ったんやんな。この馬は影のメスで昭和5、6年のことやが、200円やったな。その頃としては普通の馬なら、そんだけ出すと3匹か、4匹買えたでな。まず1匹20円か30円ぐらいのもんやったでな。その自分も8万の毛付け位置は、あるにゃあったけんど、お踏み方が本場やってことで、ここへ取られてまって、さっぱりさびれてまったんやんな。その年の重圧のせいか、清見村に県の主畜場の分譲ができてな、その落成式を兼ねて共進会があってな、そこへみんなと一緒に引っ張ってったが、龍ヶ峰の近所では、はや土地の葉がポロ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 道へおってな。そりゃ心細かったわいな。その時は鹿の水からも東米さんの随分元気のいい駒が行ったわいな。東米さ鹿の水の東米銀平君平梅平って言ってな、平の字のつく馬木違いの一人やったでな。これから八幡の三井の取り締まりをしてみえた加藤さんも一緒に行かしたんやった。この隣の若い衆と田内の山田伊京さんも加藤さんについて馬のラジオをオンで行かした。加藤さんはわしらの飼った馬の次のを飼ってみえたな。あれは鹿の水で生まれた馬やったかしら。清見の共進会は役場より向こうの入りぼらへ入ったとこやったがな。前の晩は麻生で泊まったんやったが、東米沢は鎌和向こうで泊まらした。そしたらちょうど翌朝はどえらい霜が来とってな。馬が鉄を生えとるもんで滑るやろ。ほんで橋の上に駒屋難を引いて越えてこだったかな。この時は足んとこの馬は二等賞やったな。この馬は名古屋の共進会へも行ったんやんな。騎兵隊の連兵場で会ったんやったが、その時は偉かったわいな。貨車で稲沢へ着いたところが、貨車はみんなここで切り替えるもんやで、静岡の周りの馬やなんも来てまうんやんな。貨車の中で馬と一緒に泊まったが、退屈なし、何か買いに行かすと思っても、店やな、たっととっと向こうの方やしな、赤にも地味にくれんしな。朝早起きて名古屋へ向かったが、名古屋駅の構内やなんは、まだ夜が明けとらなんだで。家から電車の通わんうちに会場へ行くってことでな。そりゃあわしの馬やな、至って遺跡ない物溺れせる馬でな。日が昇ってまうと、とっても荒びるで偉かったがな。汽車に乗るときでも片足踏み外いてな。こりゃあしまってまったかしらんと思ったがな。されど、なんともなかったけんどな。この馬はまんだ、くむのや、萩原の共進会も
引いてったが、背がちょっとだるんどってな。これはまあ背がだるんどらにゃ申し分がないって言われたけんどな。名古屋では三頭に下がったな。こいつを直せ直せててやかましかったな。共進会やないっても背が伸びるようになるべく頭を下げさせて審査を受けないかんなんてて世話役しな。ほんで普段も馬おげを低くして前足はタコをなるように台を取ったりしてな、動画して直せてて、銀平さんやな手前に欲しかった馬やし、奥見渡でこんないい馬出たことは初やってことでやがましかった。銀平さんはこの馬の上を買ってな、種馬にして県に買ってもらわしたんやった。そんなわけで神田の親馬はこう取る馬ではこの上に出る馬はなかったな。真下で生まれたってことやった。布平へは種馬が長野からも石川からも来たことがあったが、その自分のは愛知から来た種馬になかったかしら。わしら愛知から来るってことで岐阜まで引っ張りに行ったことがあるでな。この馬では足もだいぶこう取ったんやったが、大したいい馬は取れなんだ。そんでも100円から150円ぐらい取れたこともある。神田の馬は家子を抱いたが、最も飼育もよかったんや。ずいぶん元でお始末にかわしたでな。何せやんちゃなんまでな、蹴る食いつくな。庭しいとこへ出すと蹴ろついていじるんやんな。わしゃ品評会へ子連れで引っ張ってってな、考えてわしゃ前に回って手綱を締めとったんやけんど、子馬の戦の時に荒びだいてな、蹴られたんやんな。胸の隠しへ入れとったタバコのケースが引っ込んどったがな。ちょうどこの駐在所に下田っていう人さんが見えて、その人の紹介で東家で行ったが、先生の酒飲み連れってことで番外で見ておくれた。そうや、そんな馬を名古屋へ引いてったんやが、今では牛でも怖いがな。おかしいくらいやと思って。この馬はわしが昭和12年に召集にあった時に、とっさに二足三文で売るってわけにもいかんしな。そんで喜次郎さんに頼んどいて行ったんやったが、帰ってくるやら今やらわからんに、馬を振り付けずに置いてくってて、ケラの親類衆の評判が悪かったってて後から聞いたことがある。その次の馬は金水の番屋で生まれた青で、これも一で優勝したんや。これは戦後のことやが800円やった。親は下から買っておだったんやが、とてもいい馬やった。その自分は村から外へ出さずに買うと、村から10円やらの奨励金が出たんやんな。まだちょっと若いで、持ちと親につけてやるで、そりゃ人寝てくるよってことでな、一月やら半月やら親につけてくだれたがな。これはおとなしい馬でな、高山や笠松の共進会に引いてったわやな。笠松家はケラの新谷家次郎さと一緒やった。あの人の馬は高山の時家とこへ入ったもんやでよ。その日授与式は済んだし、こりゃ弱ったな、ここで泊まるのもたけらしいなんて言ってな、まおまおしとったら、ちょうどそこへ席の人が競馬も引いてこだって、わしは今から席帰るんやが、なんならわしと一緒に行かんかな、席まで行きゃまやいくらでも会えとるでってはするで、
その人についてな、ずっと近道を来たわいな。田んぼ道みたいなところをな。そのなさ、はよ、西京出て、わしんとこまで引いてきたが、まだ、火があったと思うがな。ふたぶれてまうわいな、生き物を連れてな、ああいうとこへ行ってくるとな。30年頃やろうがええ、かの水の太郎間が大将で、これからは、平番間が家ってことになってな。わしも番屋から、北間を抱いて、平番間を入れたんや。この隣もな。その時はや、二村勝之助さや、ケラン木戸口あたりも、買っとったしな。わしんとこの馬は競馬に出たくらいの馬やで、そりゃええ馬やったが、ちょっと足を怪我したってことで、いくらか不自由やった。乗って走らせると危ないで気をつけようなんて太郎馬は言わしたが、そうやけど乗ると気持ちがよかったわいな。この馬はうちでかけたんでないと思うで、こうはらんで来たんかしらんてやな。とにかく、幸運だんやんな。そしたところが、これがセムシの型はよな。タロマにこんなものを人にいてもものになるかな、なんて言ったら、タロマはなんとかしてみまいかな、なんて言わしたが、確かなんだな。そしてあれやんな、あっという間にまた競馬馬はいかんことになってな。八幡の上一馬が俺が入れた馬やで俺が処分する、なんて言ってよ。あの人が持てたんや。その時ひょっとわしが、既存馬なら体が小さいし、いえ、なんて言ったもんやで。わいちまが、そんならお前の持ってこいの馬を持ってくる、なんて言って。今度は既存馬のまん丸こいやつを持ってきてくれたかな。その時、12万円抱いて買った競馬馬に、まだ4000円払ったんや。とにかく競馬までは大赤字やったな。今までは五尺の四もある馬がおったんやったが、既存馬は四尺切れるやろうな。まあ、マヤにおっても三三七くらいやんな。小さいもんやで。幸運でもそのかし、そう、痩せなんだがな。チート肉が落ちたと思うや、ちょっと飼ってくれるとな、よーこいてな、覆面みたいになったんな。子は二つか三つ取ったがな、これは四五年も、俺はなんだか知らんとや。そしたら小川屋の医師だよ。あの人がわしら焼き場の向こうで椎茸の菌を入れよったら、やってきて、お前たちの気に入る牛を持ってきたで、買えんかな。まあまあ、出しかんで。買えんかな。なんて言わしたでな。牛にしたんやった。こんな牛ならいいっていうほど、その牛はえがったわやな。それからずっと牛になって、今は小鳥やがな。そうやが、牛も大谷には2軒しかおらんでな。これも一番お島山でやし、馬も一番島山でおったわけや。